ジェイ先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。前回タウンに帰ってきたら突然アシュリーさんに話しかけられたので、その模様は次回でという話でしたね。そうだったね。ということでこちらから。秘密のビーチパーティーでもしているんじゃないでしょうね。そんな楽しいことではないと思う。リタ先輩とね。珍しく。へえ、珍しい組み合わせ。そうだね。もう場所の見当はついてます。一箇所ボスが出そうなのに出なかった部屋がありましたもんね。あったあった。多分あそこでしょう。やっぱり。ワープは近いけどまっすぐはいけないんだよな。でもそこから行くのが一番近いか。オッケー。それからニクシーに話しかけたってわけです。そういう流れね。で、シシミがビビビってやってて。え？リタ先輩。今海岸にいるんじゃないの？普通にいた。いやいや、逆にここにいていいの？ビーチでこそその格好が合うのに、じゃなくて。アシュリーが多分待ってますよ。ここにいるのを知ったらびっくりするだろうね。それじゃ向かいましょうか。ここからまっすぐ左に行ければいいんですけど。まずここが無理でしょう。そうか。そしてここから下に降りれるけどあまり意味はなく。とりあえず上から向かって。あ、でも結局降りるか。壁ジャンプを取ったところだね。印象深いです。そう、このアイテム。この向こうがボス部屋なんだよな。ほんとだ。ここが通れないから反対側に回れと。これは仕方ないね。あ。あの二人。へえ、ほんとだ、イヤリングしてる。で、そういえばこの二人ってどこか似ているなぁ。髪型も、耳も服も、もしかしてご先祖様だったりする？その可能性はなくはないよね。そうだとしたら気が合うのもわかるな。お姫様みたい。パンドラは本当の姫じゃないのかな？それとも姫だけど踊れなくて悩んでたとか。どうだろうね。別に悪事に使おうと水晶を探してたわけではなさそう。ええー、リボンだって結構なものですよ。ほんとだね。
ナイスツッコミエリナちゃん。同じこと思いました。まさかあの二人と戦うことになるなんて。それはちょっと嫌だね。じゃあ覚悟を決めて。それをフラグ、と人は言います。言霊まともね。推奨。なんだよかった。てっきり小鳥たちと戦って奪うのかと思ったよ。そのまま、水晶と戦うんだね。とんでもない攻撃だな。一つ一つ避けるのは難しいから、こうやってハンマーで跳ねる方がいいか。そうだね。お、でも早くも半分近く削れてる。それぞれに体力があるのね。全部を一斉に壊さないといけないとかじゃなければいいけど。ああ、復活するやつね。さすがに受けるダメージが多くなってきたな。安心はできなくなってきてるね。防御力最大。今の一個だけ防御力が下がってたよ。へえ。しかもそれだけ相手をしてくれるのか。優しいじゃないか。回復効果。動く敵には赤魔法はやや弱いけど。くぅ、綺麗なんだけど楽しむ余裕はあまりない。いいよ、減らせてる。あと3個。いろんな攻撃を使ってていいね。いろいろ試してます。硬いままだとさすがに削るのが大変なんだけど。最後の1個。どうした？ふう。え、なんかめっちゃ手に入れてる。前後で比べてみたら、実に1万円以上増えてました。お金を手に入れてたのね。ありがたい。惜しい？へえ。毒呪いやけど無効か。呪いとかやけどなんてのもあるんだね。ずっとつけておいてもいいタイプかも。それじゃせっかくだしリボンに MP を返してあげましょうか。そうね。
じゃあタウンに帰ればいいのかな。お。来てくれた。いえいえ、探し終わったのです。何をしようとしているんだ。見えないようにして何かをしようとしている。ちなみにここから戻るためには、さっきのワープポイントではなく、はるか左にあるワープに行くしかないようでした。そうか、登れなかったのね。はい、垂直に壁ジャンプでもできれば行けたんですけどね。まあお金は稼げるからいいけど。ということで無事帰還。いましたね。めっちゃ思います。ただどうせなら虫レベルに小さい方がいろいろと。何をする気よ。できるの、やってやって。すごくない？まさかって。おい、恐ろしいことを試したものですね。で、小さくなって、ボス戦限定。ああ、そういうこと。おい、まあ考えてみればそうだけど。なんだー、ここで小さくなって面白いかと思ったのに。ついでなのでココアのも買ってみますか。多分爆弾ですよね。ぐ、そんな切羽詰まってたのか。それならあと一個くらい買いますよ。消耗品なら買って損はないしね。ほんとだ、回復アイテムと同じところにある。もう一つ人参みたいなのがあるけど。へえ、赤魔法は SP が回復するのか。他も MP とか HP 回復効果があるのね。青や黄色にはないのかな。これで2番は持ちますね。これで使うと、せっかくだから1個威力を見てみますか。この辺でどうでしょう。ほう、全画面攻撃ですよね。しかも800以上のダメージ。下の敵まで倒してる。すごいじゃないか。あ、残ってた。あまりに離れてると当たらないのね。なるほど。まあ切り札として持っていてもいいな。例えばボス戦の最後の一押しに良さそう。そうね。未だに気になるこの光。さすがにこれでも壊せないか。近くにあるワープとかセーブの光では、という意見もありましたし、そういうことなのかもしれませんね。うん、相変わらずセクシー。さて、そろそろ終わりに、でお、皆さんお集まりで。めっちゃ待ってた。まるで最終回のような。ただ、次回は本当の最終回となりそうです。というのも、石碑イベントを進めようと思いますので、まあよほどのことが起こらない限りそこで終わろうと思ってます。そうなのね。
最後まで見たかった方にはほんと申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。ノクターン。最後もよろしくね、ノクターン。